キリンザアルファ星は、大型超巨星で、死等級は4.29等である。キリンザでは、キリンザベータ星、キリンザ CS 星に次いで3番画目に明るい。各醒座のアルファ星の中では、地球から最も遠く、約5200光年離れた場所にある。質量が、太陽の32倍ある、大質量星で、表面温度は29000系、高度は、 太陽の68万倍に上る複合的な高度変化を示す変更性で非同型振動による変更が起きていると考えられる変更に伴って高級面で生じる吸収線は視線速度の変化による波長の変異が見られる変動の周期はよくわかっていないが0.36日から2.93日の間で変化すると見られる 恒星から放出される恒星風は断続的で恒星風の中には大小の海上構造が見られるこの恒星は恒星風によって大量に質量を放出し1年にあたり5.1から6.516太陽質量を失っている1978年この恒星が周期46.8日の分光連生である可能性が報じられ その後 BTA-6 での観測により、1986年には3.68日周期、離心率0.45の周回軌道で晩星が、好転していると推定された。しかし2007年に、晩星によると思われていたスペクトルの変動が、恒星大気あるいは恒星風の変化によるものとする結果が、発表され、単独母子と考えられるようになった。 ハレアカラ天文台のエオス望遠鏡で保証工学を採用した観測やキットピーク国立天文台のメイオール望遠鏡によるスペックルイメージングでも万星は検出できていない。1961年、ブラウはこの構成の空間速度がとても大きく3回星団 NGC1502 から飛び出した闘争性の可能性があると発表した。 この構成と静断の運動の仕方だけでなく、抗ギニーで周辺にアソシエーションがないことも、そう推測する理由となっている。このような、超音速で、静観物質中に、抗生風を放出する、逃亡性は、ラム圧によって、バウショックを形成する。1988年、IRAS の観測データを精査することで、 バウショックの可能性がある構造が見つかり、紫外線や可視光でもショック形成の証拠が得られ、ワイズによる観測では、見事なバウショックが撮影されている。映し出されたショックの大きさは、長さ 15pc、幅 4.7pc にも及ぶ。ヨーロッパあるいは、アラビア系の子有名はない。中国では、シビガキの星間、シビミギガキの第6世であり、 シビミギカキロクと呼ばれる。また、ミギガキの星々にはそれぞれ、名前がついており、キリンザアルファー星の名は、ショーマモルだが、これらの名は、シビヒ書リガキと共通のものが多く、左書きガキでは、ケフェウスザパイ星がショーエイである。ありがとうございます。